時刻は深夜0時30分を回りました。思わず星が見たくなる空見るラジオ。皆様こんばんは。こんばんは。さあ今夜も始まりました。始めさせていただきます、空見るラジオ。沖縄県は宜野湾市にございます FM 宜野湾よりお送りをしております。私が星空エンターテイナーのマーシーこと関口正史です。そして私が星空エンターテイナーの七重と申します。そしてついに決まりましたね、決まっちゃいましたね、ミキサーのハーキュリースマナです。さあ空見るラジオ決まったね。お聞きくださる皆様と一緒に思わず星が見たくなるようなラジオを目指しております、はい、さっきね本番前までね真面目に、ネアンデルタール人とホモサピエンスなぜホモサピエンスが残ったのかということを私があの2人に無理やり聞かせてましたけれども、はい、そんなことじゃないんですよ。そうです、今日はその話はなしで。そんなことじゃないんですよ、これまずラジオでできない話ね、本当の本当のおしもの話になってしまいますんで、そうじゃないんです、決まったんですよね、マナちゃんね。そうなんです、決まっちゃったって言った方がいいかな。なんですか、うん、2人ともついに来ました。そうなんだよ、ついに、はい、深刻そうな顔してるけど、いやね、もう本当深刻だよ。いや残酷だなと思う、なんか深刻で残酷、深刻で残酷で残酷本当ね、時としてね、はい、現実って非常なまでの残酷さをね突きつけてくるよね、うん、俺それが決まった時にさ一回ちょっと寝たもん、あの現実を忘れるってもう寝るしかないじゃん、一回リセットできるかなと思う。起きてからもやっぱねぼーっとしてた。なんでとか、そな何を言ってるの。いや見たでしょ、寝るほどの七重市も昨日、昨日なんかあったっけ、うん、あれか、はい、なんか昼過ぎに LINE が来たやつですか、収録も何もないのに3人のグループ LINE がいっぱい来てたけど、あれか、本当にね今日は何を言ってももう、本日はこの話題です、はい、サンリオキャラクター大賞2024結果発表、イエーイいや荒れてたね昨日ね、荒れてた、もうだって聞いてたでしょ、あの YouTube ところどころ BGM 程度に流してました、なんか2人が見てると思ってつけてはいたけど、え、荒れてたんですか、途中からしか見てないけど、なんか順当な感じじゃないですか。順当、中間発表先月ぐらいの時と一緒な、いやいや気がする。何を言ってるんだっていう話ですよ、大荒れで本当もうねストーム、大きなストーム、ー本当に、はい、まずね、まなちゃんもともとはね、はい、今年はデキレースでだって言われてたわけじゃない、そうですね、去年の、ね、キャラクター大賞をここで発表させてもらった時から、でなぜかっていうとそれは今年がキティちゃんの50周年、50歳の誕生日だからだと、でもう1位はキティちゃんなんだと、だから1位のキティちゃんで1位ですよ、1位はもうキティちゃんなんだと言われていました、はい、これまでも周年の時はなんだかんだ言ってキティちゃんが買ってきたんだって、だから中間発表とかではキティちゃんなんだ、ね、5位とかだったけどなんだかんだこっから来るんだろうなと思っていたんですよ、私とマナちゃんは、はい、で、うん、さあこれ結果どうなるんだろうという中で迎えた昨日でした、うん、そこに我々としてはね、私と、七重さん星空界のカリスマでもあります、私たちの守護神でもあります守護神、キキララ様は食い込めるのかっていうね、投票期間は始まって中間発表とか11位とか、うん、あ、最初の速報が11位で、中間発表の時ね、なんとか10位まで確か入ってたんじゃなかったかなと思うんだけど、でどうなるんだろうっていうのが、そして私とこのマナちゃんが推しに推しまくっておりますコギミュン、うんうん、はい、コギミュン、ね、どう言えた、ミュン太郎ですよ、はい、栄光の10位以内に入れるのかっていう、もうこだいぶね、そうですね、公共の電波使ってゴリゴリに押してきたもんね、もう何回もね曲も流してますからね、だからこのさラジオって、まあね、リスナーが数人しかいないって言われてるラジオじゃないだからこの数人が投票したかどうかっていうかバレるんじゃないかっていうのが分かるぐらいですと思ってますから、もう本当にね、なんたってねこっちはね票買ってきたわけだからね、票買ったって言ってなんかすっごい悪いね感じするけど、あれでしょ、今回のサンリオキャラクター選挙って基本的に何かを買って
って票をもらってですよね。まあ、なんか票は買うものなんだよ。いや、まあ、間違ってはない。そういうご意見も多々あるかと思いますが、いやそういうものですね。いやもうこれね、はい、あのどっから言えばいいのか、あ、まあ、ちょっとね、まあ、一夜明けた本日 も正直言って情報が錯綜してま す, そうです、ね、本当に昨日の順位で正しかったのかという。いやいやいやそこに、そうです、いやいや全然してないですよ、ね、はっきりしてるよ。 T シャツね、あの買ってしまったあのサイズ貼ったままだった、これ今剥がした。ユニクロのね、L が、そうそう、 L が貼ったままだった、ね、これよく気づきました、ね、なんかパリパリすんなと思って。いやでもね、それくらいね、俺がね、それくらいぼーっとするくらい、はいはい、これ情報錯綜してるわけよ今も。だからね、いやしてないと思うけど。で、小木ミュンは10位以内、うん、栄光の10位以内入れたんでしたっけ。あのね、はい、小木ミュンはね、はい、なんとなんと、お、なんとなんと12。残念。いやもうステージ立てず。あ、そうなんだ。そうです、この特別のグッズも作ってもらえず。あんなに可愛いのに。本当だよ、あんなに可愛いキャラいないでしょ、本当に。なんでだったのかっていうのはね、謎ですよ。謎、あ、でも私のせいかもしれないです。え、どういうこと。マナちゃんのせいじゃないでしょ。え、別に。いや、どういうこと。これね、マナちゃんね、申し訳ない、はい、これね、俺のせいだと思ってる。あら、いや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 、二人の票なんてビビたるものですよ。いや、本当ね、これはね、本当ね、俺らとしては本当申し訳ないっていう気持ちなんですよ、小木みゅん太郎に。ね、俺もまなちゃんもずっとラジオで魅力を発信してきました。はい、まなちゃんに至って自分の番組でもみゅん太郎流してるぐらいだからね。そうなんだ、ウルトラソウルね。そうそうそう、まあ、足りなかったんだよね。だけどあの子はさ、だからただおにぎりになりたい、それだけなんですよ夢が。小木みゅんは、はい、あの小木みゅん知らない方はね、ぜひ検索してもらいながら見ながら、ぜひ夢をがおにぎりになりたいんだってね、あの思ってもらう。小麦なんですよ、小麦の妖精なんですよ元々は、うん、なのにお米のね料理に憧れてる。慣れないでしょ小麦なんだから。いや、慣れないし、これね、なんで小木みゅん太郎がさおにぎりになりたいか分かりますか。え、分かんないです。それはね、おじいちゃんがおにぎりが好きって言ったからなんだよ、うん、これね、おじいちゃんが好きって言ったから、そういうなんかおじいちゃん孝行したいんだよ。おじいちゃんその後出かけてっちゃって、アパートの、運営を今ミュン太郎が一人でやってんのよ。え、何それ。これは、ね、サンリオのね、ぜひホームページ見てください。アパートの、運営を一人で掃除とかもねやってんだよ。だけど小麦だからバサってなったら小麦粉が舞っちゃって、ずっと自分を掃除してるわけよ。そういうさ、はい、けなげな、おじいちゃんに美味しいって言ってもらいたい、好きだよって言ってもらいたいってい う, こうみんなが当たり前に持つ願望でしょ、ね、枯渇してんのよ愛が。もう愛に飢えてるミュン太郎は。もうそうなんですよ。でもね、マナちゃんも今あまりにも焦ってマイクがね、あのくちゃくちゃになってますけど。じゃあもうね、このまま続いたら大変なので一旦曲に行きましょうか。はい、はい、今日曲は何ですか。今日は私から行かせていただきます。お、珍しい。じゃあしょうがないので、小木みゅんでハッピーガール。さあ、はい、今夜は
サイコパス推し野郎の2人が暴れてひどくないそのおりますが、まだ続くのでしょうか。もう落ち着きましたよね。いやもうあのね、はい、曲を聴かせてもらって落ち着きました。はい、よかったです。失礼しました、ちょっと取り乱してしまいました。まあクリミュンはね、はい、まあ、残念でしたけど、うん、誰だっけ、マーシーが星空界のカリスマ、はい、と呼ぶキキララは何位だったんでしょうか。そうね、これ大事なのは10位以内にさ入れば、一応あのステージにね、昨日そうステージイベントがあってね、出れるんですよね、みんなね、だからねキャラたちもねそわそわしてんですよ、うん、この発表が90位から始まった時点にね、そわ10位以内入れるかなっつってね、そわそわしてん。でも事前に分かってるでしょ、みんな準備してるでしょ。いや、ね、キャラたちもね、何を七位氏なんてことを言って、もう彼となんてことを言ってるんで、彼とか彼女たちはあの瞬間まで一切知りません。裏にいて全員がスタンバイしててステージので飛び出してくるんだからね、マナちゃん、そうそう、そう小気味もいたのに出れなかったんですよ。悲しい、そっか。それ本当にひどい、もう本当血も涙もないな今日は。我々もね一緒にはね、あのね3人一緒にはいませんでしたけどね、 LINE で YouTube の忘れてないよねって言ってリンク送って、まあね同時に一応見てましたね。だけどこれマナちゃんだけなぜかなぜかちょっと数秒電波の関係で遅れてたんでしょ。そうそう、でまあまあ見ててね、でも見てたんだよね3人ね同時に。そしたらねコギミュンがまさかの12って出た時に、はい、その瞬間即七重さんがあコギミュンって LINE しちゃってね。でマナちゃんがその後すぐ LINE 来たんだけど、え私まだ13位です。いや遅れすぎではあれは。で何かがね、だから情報錯綜してるよねそこもね、何かがあって、はい、七重氏からでも知っちゃうという、うん、ショックが2回来るっていう、ね、いろんなショックが、そうですね、まあ、で10位が10位以内か、まあ、次の通りなんですけど、じゃあ我々のね、リトツイと呼んでおります守護神入ったかというと10位、キャラクターサンリオキャラクター大賞2024、10位がリトルツインスターズ、おめでとうございます。すぐ呼ばれましたね、すぐ呼ばれたね、もうすぐ出てきちゃったよね。そうそう、おーおーって、ね、あのでっかい頭で、ね、2人で出てくるのね、可愛らしい、可愛かったですね。で、まあ、一応言っていくともうポンポンと言っていく、9位タキシードサム、8位ハンギョドン、でこれマナちゃんが多分絶叫したんじゃないかなと思うんだけど、7位ケロケロケロッピ。そうケロッピも無理なの、いや想像しちゃう、まあ、やっぱカエル関連がちょっと苦手で、そうだよね、カエル全般無理だもんね、全般全般、だからでケロッピが去年12位だったんだよ。へー、だからそうケロッピだからね、まあね大躍進で、6位マイメロちゃんで、5位まさかの、うん、ハロキティね、早いと思って、せめてねもうちょっと3位以内とかあったけど、まあ、4位は去年2位だったポムポムプリン、ポムピーですよ、で3位は去年と同様クロミちゃん、クロミちゃんで、2位に、はい、まさかの、うん、ポチャッコね、いやーかわいいもん、ピーチャッコが入りました。はい、ピーチャッコって言うんだ、今私はそう呼んでます。ポチャッコはピーチャッコってねずっと呼び続けてますけど、はい、で1位はもう不動の1位ね、シナモロールが強いですね、絶対王者、すごい ね、本当に。だけどこれ10位以内見た時に我々の、ね、頭の中には、はい、あのハピダン V 勢の強さっていうのがね、これ分かりますか、ハピダン V、 それハピダン V、 あのハピダン V ってこれ何かっていうと、ハピダン V はハッピーになりたい男子たち V 字回復を狙うの略です。その V なんだ、ハピダン V です、ハッピーになりたい男子たち V 字回復を狙う、え誰これね、ハピダン V っていうのはこれね、あの団体なんですよ、だからユニットなんですよ。でハピダン V ってだから、男子たちか、そう、音楽やってんだけど、なんだっけ、音楽やってる、あれごめんど忘れちゃった、あとバットバツマルとか、あーピーチャッコとか、はいはいはい、あとタキシードサムとか、はいはい、あとケロッピもいたんじゃないかな、はい、そういうだからハピダン V 勢がほとんど上位に入ってきちゃって、あとなんだっけ11位のアヒルのペックル、はい、ペックル、ね、あペックルとケロッピさんいなければねじ込めたのよ、コギミュン太郎ですね。だからハピダン V がねやっぱヒールユニットだなと、本当悪役ですよ我々からしたら。
でね、ハローキティはあの絶対負けて悔しいはずなのに、うん、ね、なんかけなげにね、あのやってましたし、うん、あのね、ハンギョドンだけ裸だったしね、みんなおめかししてるのにねで、あと七重さんからね、LINE で来てたけど、はいはい、あの今年は39周年で、あ、そうか、そうそうそう、で七重さんがサンチュって何みんなやってましたよね、サンチュ最後にね、投げキスしてくれるんだけど、39周年だからサンキューチューでサンチュなんだけど、でマナちゃんもあれだけサンリオ好きなのに、サンチュって何って聞かれると、え、葉っぱじゃないですかみたいにラインしてて、ね、うん、何言ってんの、もうそれしか思い浮かばなくて、サムギョプサル食べたいなと思って、いや、もう韓国だから、ね、ピーチャッコが上位に上がったのも韓国勢の後押しがあったんじゃないかという考察をマナさんはしてました、してます、してます、ね、いや、でも犬勢の強さっていうのは目立ちましたね。ね。でシナモンロールといい。そう。ね、確かに。あとは、ね、なんかシナモンロールって歌ってましたっけ？なんかウサギじゃないよみたいな。そうだってすごいね。だって1時ぐらいから6時ぐらいまでずっとイベントやってて。なんか。でだから俺途中で1回ね、この総選挙のやつ終わった後1回やめたんだけど、4時ぐらいにもう1回つけたら、はい、運動会やってて。へえ。玉入れやってたんだけど、うんうん、みんな玉入れわーって一生懸命やってんのよ、リトルツインスターズと、うん、あとこれ俺ね検索してもらいたい、野良猫キッズだっけ、なんか3匹の野良猫 のキャラがいて、サンリオとは思えないぐらいのクオリティの低さなのよ、低さひどい気になる、逆に狙いなんじゃない、そうそうそう、狙いなのかな、でさ玉入れやってわーってなってんだけど、途中で音楽流れたらみんな踊り出しちゃうの、かわいい、いや何ってなったんだけど、ね、まあ、そんなのもやって、可愛いじゃん絵は、なんだっけ、その野良猫ランドだ、野良猫ランド、でもこれね絵は可愛いかもだけど、これなんて言ったらいい の実写版っていうの、着ぐるみとは俺は言わない、実写版、あ、実写版になったら、すっごい薄っぺらいの、薄っぺらいんだ、本当ブラウン管からあれに変わった時ぐらい、チリチリに変わった時ぐらいテレビが薄くなって、ぺったんこなんだ、ぺったんこ、そうです、まあそんな結果でございましたね、本当に七重さんから今日この話するよって言ったら、え、先週あんなに虹のいい話したのにって、ね、こんなに長いとは思わなかった、まさかいや確かに、でもね、それに関しては俺のところにもね来てんの、虹の回良かったよっていう DM、 本当にねリアルに俺のところにも来てて、その、はい、星阿蘇じゃない方のにも来てて、でその後七重さんがさ何回か、はい、虹のストーリーズ上げてくれてて、で空見るラジオの紹介もしてたんだけど、そしたら俺のところに来た中の一つの DM、 いいやつは今日紹介しないで、俺これ引っかかってるやつだけ紹介しようと思うんだけど、虹の女神イリスの会っていうね、本当に七重さんが上げたら、はい、ある男がね俺のところに、虹の女神イリスは七重さんのことですよねって来てて、なんだマーシーさんに来たんですね、それに来てて俺の方の個人のアカウントに来てて、で、なんか俺のことですって返したら、そっから既読もつかないいやね、本当そんなのもありましたけれどもね、でもあの後に本当に虹を見たから、あ、ね、マナちゃん見てたよね、そう、そしたらなんか結構その時ちょっと飲んでたんですよ、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、飲み会で、そう、虹ですっていうのを、なんかね、漢字間違いミスったりとかして、うん、ね、1時、2時、3時の虹って送ってきてたもん、すごい感動しました、やっぱり虹見ると、で飲んでたんだ ね、誰かの悲しみがね天に上がったんだって思ってね、思い出しました、ね、見てもらえればなと思いますけど、今日は、はい、小木ミュン太郎、小木ミュン悔しいの回でございます、悔しいね小麦の妖精小気味、ギリシャ神話でもね麦の方を持ってる女神にちなみまして、こちらの曲を、お届けしたいと思います、水曜日のカンパネラさんでデメーテール、
さあデメーテル、まあ、デメーテルってね僕なんかは包めて言っちゃうけどデメーテルの曲でこれ歌葉ちゃんが入る前のねあの、うん、コムアイさんがいた頃のあの水曜日のカンパネラですけどあのなんか調べたのなんでこれ女神の下りあんま出てきてないなと思ったら農業のファンクだったかなをあの歌いたいっていうことでこういう曲を作ったっていうことでした、うん、でデメーテル自体はこの女神様自体はあの農業、まあ、農業って俺は言うけど豊穣だよね正確に言うとね実りの女神って言われててで麦の穂持ってるんだよそう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 だ、ね、麦の方を持ってるでこれなぜかなんていうのはねまたお話しすると本当に面白くてで神話的には母と娘で娘に関してはどんなタイミングからてかすっごいきつい感じで、まあ さらわれちゃうんだよで、うん、無理やりお嫁さんにされちゃうっていうんだけどで帰ってこさせるっていうお母さんの頑張りのストーリーなんだけど恋心がちょっとだけ芽生えてんだよねこれねギリシャ神話の中でもいや芽生えてるって書いてるそのやつと書いてないやつとあるんだけど俺は芽生えてるとだからおこれねなかなかねこの歪んだ、はいはい、愛情を描いてる作品なので、うん、ちょっと長くなるんでねこんな 3,4 分では紹介はできないかなっていうのが ね、 いつかきっとね出てくるんでしょうね小木ミュンねの回なので本当は紹介したいコギミュンの回でもなんか今日メールもらってるんでしょあ、ね、七重さんのところにメールが届いてるようで、はい、あいいですか読ませていただいて、はい、お願いいたします一瞬なんて読むんだって迷ったけど分かりました、はい、ヘイもうきっとね分かりましたよね総括の女七重さん財布コレクターマナティいやおコレクターなのかまあまあまあ間違いではないですねそしておじさんかっこわらかっこわらかっこわらじゃないよ今夜のアンタレスのようにかくれんぼ好きなひーふーみーですごっくんちょありがとうございますひーふーみーさんかくれんぼ好きなんだでもうまそういやアンタレスって結構さこれ言ったらあれだよ、うん、俺からしたらあのキムタクに似てますひーふーみーですって言ってるのと一緒だからね、アンタレスなんて欲しいんだけどったらめちゃくちゃかっこいいんだからいやでもだいぶおじいちゃんかアンタレスおじいちゃん、はい、おじさん呼んだ呼んだねとあこの前おじさんの話をしてたのかな確かおじさんの話あ言っとくけど、うん自分はいくら番組のためでも県内企業の看板商品におしっこなんて言わないかな言わなくていいんだよあれは失言以外何もでもないでしょそんなことより今年も FM ギノワンでやるって言うじゃない浴衣ウィークあ、マナちゃんやるんだ来週かあやります、うんうん、そこでなーなーとマナディとおじさんにお願いがあります、うん、浴衣かジンベイ新調するなら星や月がプリントされてるのを見て着てみてはいかが安静またやーさいやまたやーさいありがとうございますひふみさんでしょこれあ送ってくれたの、うんうん、あのねあの俺らもイベントでねたまに来たりするんだよね、あの年にあの下がり花のやつとかあとは夏の中城城城とかはあの来て、で七重さん一緒に写真撮ってくださいみたいに言われてて なんだと思ってるけどもう俺のところは一人も来ないよ、ねそれでコメントしづらねで星のやつ探したんだけど子供用はあるんだけどね大人用がねないでもねあ見かけたらねぜひ教えてほしいなと思います確かになかなかねいいんだよねあいいですね涼しそうだしね見た目もね夜空とかねそう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 ねイベントの時なんかはね我々はあの俺はだからジンベイかで七井さんが浴衣の時は2人ともまあ下はスニーカーだけどねあのあそかそか歩きもあるし歩きもあるからだけどすごくあの季節感出ていいなと思います何なんかマナちゃ ん楽しみだな規制を上げたけどマナってそういえばね今日なんかねなんか今日変なところでエコーかけたりしてたけど今日マナちゃんねすごいテンション高い理由が俺知ってんのマナちゃんね髪型ちょっと変えたので前髪をねこれなんていうの、はいおんまゆ？おんまゆ？ちょっと眉毛ね。そうそうそうね、可愛らしい感じになってまたより一層ですけれども、はいうん、これでも何周りの評判なんかもいいんですか？なんか幼くなったとかは言われる、なんか褒め言葉なんですか幼くなったって。自分は気に入ってる。あまあまあこういう自分もありかな。あいいね。いい
ね。こういう自分もありかなって。これね見せないのがね、だからね、見れないのが残念かなと思うんですけど、他の番組で ね見ていただければと思います。ぜひぜひすごく素敵にまたより一層なっていて、うん、去年ね、来年こそは私の彦星見つけるぞって言ってたけど、言ってた、ね、言ってたんだ。まだあるから、まだ20日、ね、あるから、ね、急遽、はい、急遽ね、急遽いつ恋に落ちるかわからないっていうのはね、キューピットも言ってますから、グピットも言ってますから、はい、あ、時間ですか、はいね、新しく、おんまゆになったまなちゃんを見に、はい、こちらの方に来てもらうのもいいんじゃないかなと思います。、はい、彦星の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。また来週。